保守術は、素手で敵を殺さずに取り押さえる武術。取り手とも書いた。流派によっては、補助武器として三道具や術手、補助などの補具が使われ、こちらから先にかかり、相手を殺さずに捕らえることを目的とした武術である。江戸時代中期以降は、下級役人が学ぶものと考えられる傾向があった。貝原駅剣。 武芸十四時中の武芸十八発に独立した武術として含まれる。現代の警察官の必修科目である逮捕術に相当する。保守術という名称自体の起こりは、呪術より古く、室町時代頃から用いられている。また、後世の呪術を歌う流派にも、保守術に分類される技法が含まれている場合が多い。保守術は、多くの流派で不意をついて、あるいは、 当て身を入れつつ、こちらから攻撃を仕掛け取り押さえる技法となっている。極意として様々な隠し武器を使用することを教える流派もあった。室町時代頃から各地で治安維持を仕事とする者が使う罪人を捕らえ捕獲するための保守術が多数存在していたが、代々送電する形式や修行体系を整え確立した武術流派としての保守術は主に1500年以降に、 出てきた主な流派は1500年代に成立した、竹内流保守氏ののぐる将軍族天下無双流保守、自地域無双一角流保守、荒木流保守などである。保守は、江戸期に入り組打ち、将軍族は、憲法などとともに柔術という語に総括された。そのような経緯から、柔術という名称を用いた流派でも本質は、保守のものが存在する。 生合流、竹内流など古い流派には、将具足術、組打ち以外に、保守術の体系が含まれ、重要視されていた。生合流ではまず保守術より学び始め、その後に将具足屋を学ぶこととなっていた。また、竹内流では、流祖が編み出した技法が、神伝保守と言われ、奥義として重要視されていた。他にも多くの流派が存在するが、柔術流派が、 地域によって保守術と呼ばれたものが多い。竹内流の伝書には竹内流が創始された頃にすでに他流の保守が数百流あったと記されている。ありがとうございます。